マニュエル・カルロス・バルスは、フランス及び、スペインの政治家。フランスはオランド政権において、内務大臣及び首相を歴任した。1962年8月13日に、カタルーニャ州バルセロナにて、カタルーニャ系スペイン人の画家であるシャビエ・バルスと、イタリア系スイス人の母との間に誕生し、20歳頃の1982年に、フランス国籍を取得した。 パリ第一大学を卒業した。1980年に政治活動を開始して学生組合の活動に加わる。1983年から1986年までフランス国民議会議員の秘書になり、24歳の頃にイルド・フランス地域県議会議員に当選した。1997年フランス議会総選挙で落選し、 その後1997年から2002年まで首相であったリオネル・ジョスパンの広報アドバイザーを務めた。2012年5月発足のジャン・マルク・エロー内閣で内務大臣に就任した。2014年3月の統一地方選挙での社会党の大敗によるエローの首相辞任に伴い、フランスはオランド大統領より公認の首相に任命された。二千十五年十月に初来日し、 日本の安倍晋三首相と会談した。2016年12月6日、翌年のフランス大統領選挙に出馬するため、首相を辞任した。2017年1月22日に行われた、社会党大統領候補予備選挙第1回投票で、ブノワーモン元国民教育省に次ぐ第2位となった。予備選挙第2回投票に進み、 同年1月29日に行われた投票では200万票を集めたアモンに敗北した。後にエマニュエル・マクロン支持に回ったことで、社会党からは非難を浴び、結局はマクロン勢力に入ることもなかった。2018年9月25日の出馬表明の後、バルスは翌2019年5月26日のバルセロナ市長選挙に立候補した。 欧州連合加盟国の間では他国の国民であっても地方選挙への参加が認められており、バルスはこの選挙での非選挙権を有する。実際の選挙はまず市議会選挙が行われ、議会から議員の5選で市長を選出する形で行われたが、結果は現職市長のアダ・コラウの再選であった。議席を獲得したバルスは、 カタルーニャ独立派市長の誕生を阻止するため、自陣営の一部とともに現職指示に回った。ありがとうございます。